おはようございます。釣り子 TV です。バークレーのですね、新しい虫ワームが店頭に並んでましたよ。アオキムシのミッドっていうことで、新しいサイズのアオキムシっていうことですよね。で、もともとの一番オリジナルのアオキムシがあって、で、その後キングアオキムシが出て、で、ミッドっていうことで真ん中っていうことですよね。こんな感じでね、4つ入りで店頭に並んでましたけども、早速見ていきたいと思います。まずパッケージを見ていくと、まあ、一番特徴的なのはこれですかね。 ULDT マテリアル採用っていうことで、 ULDT って何ぞやってことですけども、一番馴染みがあるのが、あの大人気のキングアオキムシね、これに使われていた素材っていうと分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、まあ浮く素材でね、で中空じゃなくても浮力が確保できて、でまあ重さも多少あるので飛ばしやすいよということで、次世代の素材としてですね、バークレーのワームにちょいちょい採用されてる。もう何種類か出てますよね。まあ、ただこのキングアオキムシですごい評判が良くて、それをいよいよこの食わせのサイズに採用してきたっていうことで、もう超期待の新製品なんじゃないかなと思います。まあじゃあね、開けていきたいと思います。どんな感じかな。あ、結構ずれないようにセロハンで留めてあるのかな。まあ、こんな感じの中身が入っていて、はい、こんな感じでアオキムシミッド、すごいシンプルだけど、釣れそうですね。まあサイズ感もさることながらね、でこのラバースカートがこんな感じでついていて、で目玉ね、中にあのバークレーのマークのね、このお魚さんが、いますよということで、口元はこんな感じですね。いやー、これはなんともすごいね。青木大輔プロバークレーとのルアーでは第3弾になるんですかね。これと、まあ、キングアオキムシと初代アオキムシ、虫系をね、ここでいろいろな展開を出してくるっていうことで、じゃあ、キングアオキムシせっかくね、あるんで、お正月に福袋というか福引きで手に入れたやつですけども、これと比べてみると、これね、キングアオキムシ、やっぱりちょっとゾーンとね、迫力ありますね。もうフロッグというような雰囲気すらあるぐらいのボリュームですけども、これと比べると、ね、だいぶこんな感じで、で部品の設定もだいぶ変えてきてるんですけども、このキングアオキムシの時に、あの青木プロが動画とかで出していた足をちょん切って、そこからラバーを出すことによって、その場でのこうドッグウォークがしやすくなるよっていうね、あのスペシャルチューニング、これが最初からまあ施されてるよっていうイメージなんですね。これね、ここを切って、でシリコンラバーを抜いて足に見立てて、そうするとこうその場でのペッペッって、後ろがちょっと抵抗いらず、その場での誘いがすごい器用にできるようになるっていう、そういったチューニングが最初からね、設定されている、こんな感じの作りになっております。でサイズは 1.7 っていうことで、ね、すごい小型なんですけども、どうでしょうかということで、メーカーのホームページを見るといろいろ書いてあったんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。アオキムシでは飛距離が足りない、キングアオキムシでは大きすぎる、そんなシチュエーションを考えて開発されたのがアオキムシミッドになります。そのため 1.5 インチのアオキムシ、2インチのキングアオキムシの中間的サイズである 1.7 インチを採用しました。
アオキムシとキングアオキムシはラバーと足の効果によりシェイクした際の微波動が特徴であり天の釣りに優れています。しかし一方で高速で動かし幅広く面で誘うことは困難でした。そのためアオキムシミッドはキングアオキムシの首振りチューンをベースにした後方ラバーが長いドッグウォーク向きのデザインを採用。これにより高速ドッグウォークで素早く面でサーチすることを可能としました。また素材にはキングアオキムシと同じ ULDT マテリアルという特殊な素材を採用したため 1.7 インチながら 2.5 グラムという自重を実現。同サイズの虫系ワームでは最長飛距離を投げられるスキッピングでカバーの奥まで入れ込みやすい点もアオキムシミッドの特徴の一つです。遠くの障害物までキャストスキッピングでカバーの奥までキャスト、その後高速ドッグウォークで水面を誘い爆発させても OK。寄ってきたバスに対して静止時のラバーの揺らめきで壊せるのも OK。 そんな使い勝手の良い虫系ワームがアオキムシミッドです。ということで 1.7 インチっていうことなんですね。であとは、特徴として一番書いてあるのが、まあ、この独特な素材、ギュッと詰まった素材で浮くっていうところを生かして虫系ワームの中では最長級飛距離が出せるよということで書いております。ということでじゃあ重さは何グラムなのかな、ね、さっき書いてあったけどちょっと測ってみたいと思います。機体のね新しい虫系アオキムシミッドは何グラムでしょうか。で最初今 2.7 って出たけど、まあ、およそ書いてある通り、2.6 グラム。この小型サイズで浮くっていう特性がありながら 2.5 グラム以上を加工していて、でこれにまあつける針ですよね。針によってはそうですね3グラム近くなるっていうことで、まあこの小型にしてはめちゃくちゃ飛ばせるよっていうことなんで、早速釣り場でね使ってみるのが楽しみなんですけども、最近出た虫系の中だとあのブーンという虫系ワームは塩入りの素材で、で中空ボディを採用することによって多少飛ばしやすい重い針を乗っけてもちゃんと浮いているよっていうコンセプトでしたけども、こっちのねアオキムシミッドはこれギュッとねギュッと詰まっていて、でこれでズバババッと入れることができるっていうことで、ね、いろんな状況でねいろいろ試してみたいですけどね。あとこのどうやって誘い出すかのこのコンセプトがねそれぞれの虫系によって違うので、ちなみにキングアオキムシは何グラムなのか、これはねまあ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  7.2 グラムですね。結構だからまあ投げやすくてカバーのいいところに入れ込みやすいで釣れるっていうことですけどね。これに関してはね、まあ、いわゆる虫パターンっていう感じのボリューム感、誘い出し感ね、使いやすさにバッチリマッチしてくるんではないでしょうか。ということでね早速ね最近もうだいぶあっちくなってきてですね、もう虫系パターンいよいよスタートしますよね。バスが徐々にこのオーバーハングのあのシェードね、影の部分でこうバスねこうなんだろう虫が落ちてくるのを待っているのか、はたまた通りかかるベイトフィッシュを待っているのか、浮いたギルを下から腰たんたんと狙っているのかってね、こういった状況の時にまあ虫系っていうけどね、何だと思って食ってるかはまあちょっとわからないですからね。ただこの重さがあることによって結構虫系の一番の肝としてはこう木から吊るして食いつかせるっていうのもありますけど、一回ねちょっと重めのボディでスキッピングで岸の上に一回乗っけちゃうなんていう展開ができると本当食わせやすくなるんですよね。一回乗っけてでなんか水に浸かっていなくてで岸の方をカサ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 ね、あの陸上ですよ、それでやるとこうバスがなんだってこう見るんですよね。なんか岸の方に気配があるなぁなんて見て、でそっからバスがあなんか気のせいかなんて頭を反らした瞬間にチュッと落とすとふわっカッて食いつきますんでね、ああいった、釣りができるのかな。まあこれでねオフセットフックをつけるような設定でしょうからね、これでがっちりと根掛かりしないようにちょうどいい針をつけて、まあこの後ねどんな針が一番ちょうどいいかいろいろ釣り場で試していこうと思いますけども、それによってこうね引っかかることなく岸の上に隠しておいて
でバスがこう来た時にね、あのすごい釣れそうな、誘い込みができるんじゃないかなと期待しております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらバークレーの新しいね新兵器、あこれキングアホキムシだ、こっちですね、バークレーの、新兵器アオキムシのミッド、これを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。